ヨーロッパでは古くからハンセン病患者にさまざまなタブーが強制されてきました。公共の場に立ち入らないこと、人と話すときは風下に立つこと、街を歩くときは周囲に自分が患者であることを示すこと、どれも到底人間が受ける扱いではありませんでした。しかしハンセン病は感染力が弱く、遺伝する病気でもなかったのです。現在ハンセン病は治療法が確立され、完全に治る病気となりました。ヨーロッパでは全ての国で制圧されています。そこでは今ハンセン病の療養所が新たな役割を担っています。いやー、見えてきましたね。いやー、息ができないぐらい風強いね。笹川さんはポルトガルとスペインそれぞれに残る最後のハンセン病療養所を訪問しました。ポルトガル最後のハンセン病療養所はかつての首都コインブラの郊外にあります。お揃いでお迎えいただいて恐縮でございます。ありがとう。Bem-vindo a esta casa. ありがとう。ありがとう。本当に。1947年にハンセン病の専門施設として作られたロビスコパイス療養所。現在施設のほとんどはハンセン病以外の患者のためのリハビリセンターに姿を変えていました。ではハンセン病の回復者はどこに行ったのでしょうか。敷地の奥にあるかつての病棟、この中でひっそりと暮らしていました。笹川さんがこの療養所を訪れるのは今回が2度目です。前回の訪問は11年前、40名の人々が暮らしていました。この人かな、違うかな、違うな。当時の写真を手に尋ねます。どの人かな。ああ、あの人だ。あれ、おばあちゃんだよ。あれ、おばあちゃん。ああ、しんしん。ああ、これだ。はい、見つかり。今も元気そうで、いいね。ああ、私の主人。もう主人は亡くなりました。死んだ。そう。元気でね。この療養所では多くの人が亡くなっていました。今も暮らす人は12名、11年前と比べ3分の1以下です。彼は今もう目が見えない人です。見えなくなっちゃった目が。残された人たちも高齢化が進んでいます。これわからない。そう。
おじさんだよな。11年前は畑仕事をしていた男性も。だがその当時は坂本もうあまり。まあそう言わないで頑張らないといけないな。まあしてきてフォースから生きています。神様がついていらっしゃる。もう力もあまり残っておりません。そう。Ah, essa doutora, que apanharam aqui hoje, não sei como é que me apanharam. みんな集まってね、日の当たるところで編み物しながら話をしてくれましたけどね。ここに住む人たちが死ぬということは、この療養所のことを知る人がいなくなるということ。ポルトガルのハンセン病患者が歩んだ歴史が風化してしまいます。療養所の設立時に建てられた教会です。ここにはタブーの歴史を物語るものがあります。それがこの信者が座る席。二つに区切られ、お互いの顔が見えないように作られているのです。あ、どうしてでしょうかね、これが。あ、患者さんと分けてたの。男性の患者さんと女性の患者さんを分けた理由は何ですか。De qualquer das maneiras, essa medida no Visco Pais era especialmente importante porque havia a preocupação de que os doentes não se reproduzissem e, portanto, que não tivessem filhos, com medo de que os filhos nascessem também contagiados pela doença. E, portanto, essa separação era ainda mais importante numa instituição como o Visco Pais. 男女が分けられたのは教会だけではありません。住む場所や行動範囲も厳しく制限されました。その境界線には銃を持った見張りが立ち、ルールを破った患者は牢屋に連行されたといいます。しかし、そんな状況の中でも監視の目をかいくぐり愛を育んだ人たちがいます。すいません。27歳からここで暮らすモンテイロさん。É senhor? Ei! Kakoi! Dá um giro! Kakoi! Dá um giro! Já estava a ficar careca! Tu me chuta com o haguete, tá? Não é? Nakunatta Tsumato a Kono Ryoyojo de Deaimasta. E aí, numa casa ou num pavilhão que já não era habitado, e ali é que a gente se juntava e dançava.baile para dançar e eu agarrei-me a ela. Havia aqueles encontros combinados assim à noite e depois já sabe. Mas havia...男女の接触を禁じられても惹かれ合うのは自然なこと。子供を授かったことで結婚を許された夫婦もいました。しかし。
その夫婦が療養所の中で子供を育てることはできませんでした。ここで生まれた子供は生後すぐに親元から引き離されたのです。そして子供たちは患者の子という理由だけで預けられた託児所でひどい扱いを受けました。患者本人のみならず子供までもが人間扱いされなかったのです。親子が会うことを許されたのは唯一この場所だけでした。けれど我が子に触れることはできませんでした。面会所には親子を遮るガラスが一面に貼られていたのです。E os contactos eram feitos através dos vidros, para não haver contágio entre as crianças e os pais. この療養所で生まれた子供は129人。その親たちは皆我が子を抱くことすらできませんでした。その光景はここに住む人たちの記憶に今も強く刻まれています。Não conheciam os pais, não sabiam o cheiro do pai. Mas quem aqui era o Vicente. Ele mandava nos mistérios. Obra de bandidos. Que não era de gente. Ali é para não se pegar assim. Não é de contacto. Mas aqui era um autêntico campo de concentração nazi. Um gulag soviético entre dois do dia por escolha. Era, nós éramos tratados aqui como animais, não era como pessoas.Tínhamos para a cadeia, por dar cá aquela palha. ハンセン病を取り巻く差別の歴史。ポルトガルでその歴史を知る人はあと12人です。やっぱり人間というのは大きな過ちをたくさんしてきたと、ハンセン病の差別の問題もそういうことの人間の過ちの一つだから、もう忘れ去ってしまうっていうだけじゃいけないんでね、繰り返さないようにということで、やはり記憶として残していかなきゃいけない、そういうことだね。この療養所ではハンセン病の患者たちが体験した歴史を後世に伝えようと博物館を作る計画が持ち上がっています。隣の国スペインの療養所にも足を運びます。すごいとこ入ってきましたね。荒れ地ですね。100年以上の歴史を持つハンセン病専門施設フォンティエス療養所です。現在ここで暮らしているのは35名。ポルトガル同様、皆高齢の回復者です。
しかし彼らの置かれた状況は大きく異なっていました。家族皆さんいらっしゃるんですか？Bueno, yo estoy aquí, salgo, he salido, he entrado, me casé. ¿Dónde está? Tengo hijos, tengo nietos. Yo tengo 16 nietos. Y bisnietos. Hola. この療養所では、設立当初から患者や回復者の生活をそれほど厳しく縛ることはありませんでした。そのためここに住む回復者の中には好きな相手と結婚し家族を持つ人が少なくなかったのです。とはいえこの療養所も決して初めから自由で縛りのない施設だったわけではありません。そのシンボルともいえるのがこの、 壁ですね。はい、あここからあの壁っていうかあの何ですか、あれあそこの、療養所の周りをぐるりと囲む全長3キロメートルの壁です。この壁ができたのは1923年。ハンセン病への偏見が今よりもはるかに厳しい時代でした。En un pueblito allá al fondo que se llama Ondara, estaban en contra de la presencia de los enfermos aquí.Entonces pidieron separar a los pacientes y construyeron una muralla que tiene 3 kilómetros de largo. この一帯は古くから果物の栽培が盛んな地域。近くに住む農民の間ではある迷信が信じられていました。実用的な意味っていう感じがあんましないんですよね。こんなの作るぐらいだったらあの山が壁になってくれてんだからもう大丈夫じゃないって思うんですよね。なんか拒絶されたっていうシンボルという感じはしました。周囲3キロメートルにわたって張り巡らされたこの壁は地元住民の偏見が生み出した心の壁だったのです。こうした偏見と戦った人物が敷地の中の教会に眠っています。Aquí están enterrados los fundadores. El padre Carlos Ferris, que era jesuita,y el abogado Joaquín Ballester. フォンティエスの生みの親であるイエズス会の神父フェリス、そしてその信者だった弁護士のバイエステルです。二人がフォンティエスを作った20世紀初頭、世界中ほとんどのハンセン病療養所が隔離施設として作られ、患者の自由はありませんでした。そうした時代にカトリックの精神を重んじる二人が掲げた理念、それは患者の尊厳を守ることでした。そのためにまず行ったのが啓蒙活動。少しでも多くの人に
ハンセン病が怖い病気ではないことを伝えようと考えたのです。あの壁さえも利用しました。外の住民たちにお金を払って壁作りの手伝いをしてもらったのです。そして療養所で働いてもハンセン病がうつらないことが分かり、徐々に偏見が薄れていったといいます。あのお医者さんがここを始めようって考えるんじゃなくて、神父様と弁護士が始めるっていうのはなんかユニークですね。Entonces fueron dos benefactores cristianos, católicos cristianos, los que pusieron en marcha el sanatorio, y más que por una labor sanitaria, pues lo pusieron por una labor humanitaria casi. Sí, no se conocía bien ni el contagio, no había medicación. Era una labor un tanto heroica las personas que estaban aquí sí, atendiendo.今では療養所で働く近隣住民も多く、周囲と良好な関係を築いています。Ven aquí. Ellas trabajan en la limpieza también y la Pepa hace muchos años aquí. Son de la familia. Mucha libertad para preguntar lo que quieres. ¿Qué te responde con tu familia? Yo me siento aquí. Estupendo. Todo el mundo aquí. Somos una familia unida. Ya lo menos. Sí. Me siento aquí como en mi casa. ひと月前に夫を亡くした回復者のロペスさん。その亡骸は数多くの仲間が眠る療養所のお墓に埋葬しました。ハンセン病の患者や回復者は亡くなった後、一般の人と同じお墓に入るのを嫌がられることがあります。そのため世界中どこのハンセン病の療養所にも回復者専用のお墓が作られています。しかしフォンティエスでは少し事情が違いました。ハンセン病にかかっていないスタッフが療養所の中のお墓で回復者と一緒に眠っているのです。コンメコンメポニコンメシセドラエッテルマリドでエッタエサエラボルンタリアy se casaron enfermo y ella sana y quería que la trajeran al lado de y no sé si la habrán traído ya. スペインの療養所では回復者と一般の人々が亡くなった後も仲良く暮らしていました。現在フォンティエスは単なる療養施設にとどまらない役割を果たしています。まず一つ目は医療スタッフの海外派遣です。あ、すごい。一世紀以上にわたって培った豊富な知識を生かして世界14カ国で患者の治療に当たっています。Sí, sí. He trabajado en Etiopía, en Angola, en Guinea Ecuatorial, en Costa de Marfil, en Ghana. Al disminuir el mundo de la lepra en España,
Fontilles pensó que tenía que colaborar con programas de lepra de países afectados. 2つ目の役割は人材育成です。世界中から毎年70人を超える医師やヘルスワーカーが集まり、自分の国のハンセン病治療に役立てるため専門知識を学んでいます。3つ目はハンセン病の研究です。ハンセン病は治る病気になったものの、いまだに解明されていないことが数多くあります。世界からハンセン病を根絶するため日々研究を重ねています。これらすべての活動の根底には創始者2人の掲げた理念があるといいます。Ya le digo, la intención es seguir, cada vez te das cuenta de que es un poco más difícil, pero vamos, estamos animados para continuar. Hacer estas instalaciones, la idea de Fontilles, y que había que seguir, si no con los afectados de lepra en España, padre Ferris hubiera insistido en que colaboráramos contra la lepra en cualquier parte del mundo donde sea endémica. Sí, se basa en esto el espíritu.フォンティエスを作った2人の男の思いが今も生きてる。その助けようっていう、とにかくその純粋な精神を持ち続けるっていう、すごく普遍的なことの、まあ、大切さに気づかされました。ハンセン病が制圧され患者の数が減った今もなお残る2つの療養所。大変珍しい教会ですね。これはそれはぜひ残していただかなきゃいけないね。これね。En cualquier lugar que trabajes, lo mismo si te vas a Brasil que si te vas a Guinea Ecuatorial, es muy importante el grupo, el grupo, el equipo, la amistad es muy importante. Lo más importante. 未来に向け、それぞれに大きな役割を担っていました。